おはようございます。FX オリガルヒの皆様、そして即果塾のこの FX 解説をご覧の皆様。今回もですね、今週一発目は共通の動画でお届けしたいと思います。9月9日朝4時で相場解説です。え月足から見ていきますね。当然まだチャーター動いていないんですけども、動き出した時にはもうね、 今回のこの動画の解説を見た上での考え方で見ていただければさらにさらに分かりやすくなっているんじゃないかなと思いますえそしてですね今週から争点は145円に向かうというこの円安の動きですよね120円にまだ行ってない時3月ぐらいですけどもまあ私はね140円を超える玉を持ちました結構な金額ですそれは全て決済可能になってますけども 実はね、決済してないんですよその理由も今日はお伝えしますねで今回の動画を見ていただくと FX のその資金の深い闇が見えてくるかもしれませんでももしかしたらその闇っていうのはある人って見たら希望になるかもしれませんそのこともこの動画が終わる頃にはわかるようになっていると思いますはいそして最後にはちょっとしたお知らせがありますのでそちらの方も FX オリガルヒじゃない方特に意識していただきたいと思いますそれではよろしくお願いしますこの突き足なんですけども大事なのはですね上に向かうのか下に向かうのか当然これ上に向かうしかないわけなんですけども気になるのが2つ前のこの陰線で上ヒゲなんですよこれは大きく下に行くことをま示唆しているわけですけどもすぐに次の突き 大きな陽線によって、そして下髭によって、下に行く勢いは打ち消されております。否定されております。で、今月の動きになってきますけども、えー、これね、139円ぐらいだと思いますけども、2つ前のこの陰線の髭先が139円00ゼロゼロ何がちとかね、010ぐらいだったと思うんですよ。つまり、今週、その水準を割らなければ、もうね、 一時利確は気にしなくていいんじゃないかなと先ほど申し上げました私が1 4 4突破したら決済すると思っていたんですけどもそれをやめてですね決済せずにこのまんま保持しておこうかなと思った理由がここにありますはい、当然ですよねなぜなら140円で決済するということは一旦ここで値が落ち着くだろうと思って決済するそしてそういう人が多いだろうから さらに決済する意識が高まるんですけども、私はその140円で決済するという意識を今なくしてるんですよ。なぜなら持っていた方が得だからです。なんで得なのだって140円で終わらずに141円、2円と行く可能性が強いということが見えてきたんだもんということです。そのこともちょっとね、後でお話しますね。なんで140円で決済して139円、138円に値下がりすることを考えなくてもいいのか。考えなくてもいいってわけじゃないですけどね。 私の見えてる範囲ではその必要はないというふうに考えました。じゃあ週足を見ていきます。はい、週足はですね、このように、ここはもう説明しました。何回も何回も。そして、ここもお話ししました。この下火の件もお話ししたと思います。頭にありますよね。まあ、今日相場解説をいきなり見たっていう人はね、何のこっちゃわからんってことになりますんで、ちょっとそこはね、振り返っていただくか、振り返って過去の動画を見ていただくか、 すみません。過去の動画見つからないんで、教えてくれますかっていうふうに私にメッセージをくださればいいと思います。まあ、どちらにしましても、週足を見ても、こちらの2本の陰線4線、似たような形のね、2本の陰線4線がここにあるでしょ。これを超えた上に、さらにこのヒゲ先も超えましたんで、もう下に帰る要素はないのかなと。しかも、しかもですよ、サンバガラス出てるわけですよ。これで、 セルの方向に向かう原因って何かありますかテクニカル的にねこれ単なる押し目ですよこう上がってサンバガラスのはずなのにそれがある原因を持って押し目にしてそしてこっからあもう頭打ちで方向転換するのかなと思った陰性要素の並びそれを大きく否定して押し目となって今ね上昇中ですよ押し目となって上昇中ということはここの押し目ですらこの N の字を超えてその3倍ぐらいの高さで ひっっくり返ったわけですからじゃあこれがね今度ここの長さがもう書ききれませんけども3倍ぐらい伸びるっていう風に単純に目星をつけてもいいわけですよでも手放しに3倍いくんだと思っちゃダメですよなぜなら上昇のエネルギーっていうのはだん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 収まっていくってことテクニカルで忘れないでくださいよ最後は下に行くかもしくはレンジに変わるかでしょ勉強になりますね勉強にじゃあこっからはね 長期がなんでファンダメンタルに作用するのかっていうお話をちょっとしていきますこの話聞いた人は結構ラッキーでございます変わった図をお見せします怖い図でございます当然ですけども FX にはコミュニティってのがありますよねそして残念ながら FX のコミュニティってレベルに応じてできてます FX のコミュニティは単なる初心者をカモにするところ もしくは分からない人同士で集まっちゃってる残念ながらね時間の無駄コミュニティってのがあるんですよでこれが FX をやってる人のピラミッドですピラミッドといっても正三角形じゃなくてねこうくびれてるでしょグイっとだからね時間の無駄コミュニティに入ってる人が大半なんですよで上のこの2つちょっと大きめに書いてますけどもこんなに大きくないですイメージとしてはこういうふうな くびれた三角形なんですけどももう極端にね、T、の字ですよこんな感じです実はこんな感じでほとんどの人がこの横一線の中に入っちゃって時間のコミュニティを計算してます時間の無駄コミュニティを形成してるんですよねうんでここに入って安心する人もしくは分からない人が主催して分からない人を食い物をしてるところがここにあります まあ大体こういうところはね無料のコミュニティだったりするわけですよまあ有料でもね30万とかねそのあたりですよねあオリガルヒも30万ですね危ない危ない <laughs> まあそれはねさておいてですけども次の段階は本当に勝ってる人プロトレーダーそして人を育て上げる人ができる人が所属しているトレーダーのグループがこんな感じでありますねでえっ、ー、と実はねここはね有料のコミュニティっていうのが いくつか日本にもあるんですよ。もしくは日本語以外使える人は国際的なコミュニティもありますできればそっちに私も入りたいんですけどもまあ無理してそこに入ってもねしょうがないんで分 <laughs> かりませんから英語がねすらすらわかりませんのでだからあの日本語の中でレベルの高いコミュニティに入ってますレベルの高いコミュニティってのはどういうことかっていうと入会金がまず高いですねなんか毎月10万とかするんですよ <laughs> すごいですよ毎月10万のプロトレーダーコミュニティってのがあるわけですよ で、皆さんね、月10万が負担になってないです。なぜなら、年間でやっぱり数千万とか、まあ、場合によっては億みたいな金額をね、稼ぐ人です。で、私もずっとね、そこに存在していたんですけども、入れなかったんですよ。<laughs> で、この度で、いろいろ資料を揃えて、で、証券会社ともね、連絡を取ってもらいながら、そこに入れてもらったということでございますね。まあ、それがちょっと前の話なんですけども、で、そこに行くとですね、 今日のなんでファンダメンタルかっていうことなんですけども、そこに行くとですね、やっぱり140円いったけど資金どうするみたいな、あの、コミュニケーションになってくるわけですよ。で、まあ、今回140円突破したけども、ここで利確はちょっともったいないよねっていうふうに、まあ、なってるわけなんですよね。まあ、雑談まがいなものなんで、これを当てにしろってことではないんですけども、 えーっとね、私と同じような考えの人同じような技術レベルの人同じような資金を持ってる人は軒並み120円前に仕込んで140円で決済をねとどまったんですよ要するに方針を変更したんですよいやそのまま入れとこうかってことですよねうんまあ追撃するかどうかまではちょっとまだ話に出てないんですけどもまあそんな形であーなんだ結構 私もね、残そうかと思ったんですけども、決済やめて。あ、残す人多いんだな。だったら、140円を下回る可能性低いよねっていうふうに考えてるんですよ。ただしね、こういうふうなプロトレーダーの高額なコミュニティっていうのは、一つではないですから、当然ね。私の知らないコミュニティとか、まあ、月30万みたいなコミュニティ、もしかしたらね、そういう、ちょっとすごいところもあるかもしれませんね。まあ、その話は、この辺までにしておきます。あまり言うとね。 あの怒られちゃいますんで <laughs> 大丈夫だと思いますけども別に秘密にしろってわけではないんですけども誰も来れないんでここにね、うん、時間のコミュニティで人生終わっちゃう人が大半なんでねでこういうあのくびれた三角形があることを知りもしないし想像もできてないと思うんですよまあ私も想像してなかったですけどねで、えー、最後はここです一番上の頂点にもう私も一生多分知ることがないですよ直接ここに関わってる人と会話をすることもないと思います メールアドレスを知ることはないと思います。巨大ファンドを扱っている人、超上級投資家、こういった方はね、別にコミュニティ組まないんですよ。一人でやるんですよ。<laughs> だから、なんかね、ワインを飲みに行くみたいな関係の、あのー、投資家同士の付き合いはあるかもしれませんけど、基本的にもう、そんなコミュニティとかめんどくさいとかやらない。自分の頭だけで、別に他の投資家さんの頭のことなんで分かりますからね。ここ,こはもう前人見と私はもう多分一生ここに行くことはないと思います。まあ、その 奥をね、こんなね金融で動かすような人のグループに私はまあ入れないしそこまでね自分の腕を高めるつもりもないんで <laughs> このぐらいがいいかなと思っているところですからね今はね今は自分の力はあやっぱりね年間、まあ、1000万とか2000万これを切らない程度に進めていってで半分は税金ですけどねえそれから、あのー、余った力と意欲で、あのー、まだね FX で勝ててない人ともすればこういうところに入りがちな人を 私の見える範囲ね、数十名、100名以下だと思いますけども、こっちの方に、ここに入らないまでもね、うん、まあ、とりあえずは、FX はプラスになったよと、プラスにできるよって人を作っていきたいかなと思ってますね。はい、えー、そんな感じでね、えー、ファンダメンタルが長期だと効いてくるかなってことなんで、えっ、ー、と、またね、デイリーの方に戻りますけども、あの、ここで決済して、 あの140円の水準を割ってですね、139円台とか、138円とかに一旦なるんだよなかろうかっていうのは、可能性が薄いと感じてます、むしろこのまんま14、141円に月曜日のうちにいっちゃったりね、月、川でボンと抜けたりとか、えー、悪くても今週中に140円をクリアして、おいおい、145円かよっていうふうに、えー、日本の FX のアナリストさんを後追いで騒がせるようになるんだよなかろうかと思います、FX のアナリストさんはさっきの三角形のどこにも属してないですからね。 本当に時間の無駄コミュニティにも入ってないぐらい適当なことを言ってると思います。それっぽいことね。要するに専門用語を言って、で、なんかそれっぽいことを言ってるように聞こえるだけのように私は思います。もちろんちゃんと分析できたりとか、あの、私の知らないようなね、ちゃんとしたコミュニティに入って、教育を受けてる人もいるかもしれませんけどね。うーん。まあ、ちなみにね、 その世界では、いわゆる情報商材系で FX 同行っていう人の名前も結構出てくるんですけども、あの、まあ、ほとんどの人が、こいつはトレードやってないのに何言ってんだみたいなね。<laughs> なんか結構ネタしが名指しであって、なかなか面白いです。日本でね、FX のトレードを教材化して売ってる人っていうのが、まあ何人かね、いると思いますけども、うん、まあその話も結構出ますんでね。私の知ってる人も結構ここで攻撃されてるんで、 かわいそうだなと思いながら <laughs> あの何も言えないでいる私もいるというねえー、ことでございますはいなんか都市伝説的みたいなこと言ってしまいましたけどもまあ FX の世界ってのはあのー、まあ不思議なとこではありますよはいじゃあ解説も出ますデイリーですねデイリーはですね <laughs> ここを超えたところが <laughs> もうあの見て取れるんであのー、特にねこの140円をクリアしたところの要選っていうのはでかいでしょ で次に今十字時に見える陰線っぽいやつを形成しつつ今週が始まるわけですけどもあの先ほどの三角形のデータがなければね、えー、私も一旦利確組が起きて140円というね二十数年ぶりの水準で多くの方は利覚して「ああよかった何食べようかな何買おうかな」になると思うんですけども「待て待て」と。 まだだ途中経過だぞ145円150円が見えてくるじゃないかっていう人がねなんか多いような気もするんですよそうなるとこのファンダメンタルは145円に向かうそしてテクニカルはそちらの方向にバイアスがかかっていることを加味しながら見ていかないといけないのかなっていうふうに感じているのがデイリーなんですよまあデイリーってのはねテクニカルとファンダメンタルのちょうど中間にいるわけなんですよねだからファンダメンタルが分からないうちはテクニカル一辺倒で見るしかないんですけども勝率は ファンダメンタルを込みで考える人よりりは当然低くなります、ね、ファンンダメンタルがさっきみたいなのの背景が見えてくる。資金の大きい人が140円をクリアしたけどステイみたいなね、声が多いことを知っていたら、さすがにね、141円とかを意識して月曜日から倍に入れようかなっていうふな動きになりますよ。少なくとも資金の大きい方は140円を超えたこの月曜日に 追撃する可能性が強いかなっていうふうに見てますけども、皆さんはテクニカルまだね、勉強中です。ファンダメンタルは考えてほしくないです。ね。だから、失敗しても損をしてもね、目先の損をしてもテクニカルをやっていきたいと思います。ファンダメンタルなんて余計な要素をね、考えずに。わかんないわけですから。ファンダメンタルってさっき言ったように、特別なコミュニティに入ってるからわかる情報も込みでファンダメンタルですからね。ああいうのはネット上に出てこないんですよ。 どここにも一般公開情報出てこないですよそれこそ有料のコミュニティしかも高額有料のコミュニティじゃないと出てこない FX のマーケットの情報とかあるわけですよまあ巨額投資家さんの情報っていうのは私たちも全く分かりませんけどねまあというところで、えー、デイリーなんですけども上に向かう方向性が強くそして形成中のこの十字これは注目していきたいよねってことです だからここを見るために月曜日はとということです皆さんはね私はちょっと別の判断する可能性がありますけども個人的にはでもあのー、この講義の中ではあのそのことを出さずにねここだけ」の話にしといて「倍」で検討しつつ月曜日は本当にそうなるのか1週間の方向性を見る上でじっくりと見ていきましょうそんな月曜日にしてくださいということをお話し,しますそれがデイリーの おー、まあ、解説でございます。いいですか。で、次は4時間ですね。4時間を見ていきます。4時間を見ていくと、もう右肩上がりが綺麗にできて、多く語ることはありませんが、あの、週間の振り返りもしましたしね。で、ここで、下髭を見てください。グイッと揃っているところが見て取れておいます。だから悪くてもここが抵抗体になりますので、139円台にもし見えたことがあっても、そこを押しめに、 買っていくっていう判断を月曜日火曜日はすればいいんじゃないかなと思いますよね。で、もしそれでね、ロスカット食らっても、それは一定の確率でそうなるよってことなんで、戦略やテクニカル上のミスってことではないってことなんですよ、ね。だから、いちいち損したからね、この読みは間違っていたんだっていうふうに結びつけちゃダメですよ。テクニカル的に解釈して、 きちんと正しい手順を踏んだけども一定の確率でそうならないことが起きるからテクニカルでありロスカットを設定してくださいってことなんですよ。でそうなると私がいつも言うようにロスカットにあったってことは計画通りになったの一部だよってことなんですよ。計画通りにテイクプロフィット。これは結果も嬉しいでしょだからうまくいったって気持ちが大きく。でテクニカルをちゃんと把握したのにロスカットを食らうと しまった失敗したって思いがちですけどもそうではないよってことですよねそれはこれからも繰り返し申し上げておきますはいじゃあ最後1時間です1時間は下に下がる要素は全くなくてねこういうふうにそこを固めながら固めながら固めながら進んでいってるというふうに見て取ることができますあのやっぱりねレンジってすごいんですよ まああの今お示ししてるの,の中にはあのレンジではないものもありますけどもまあおおむねレンジだと思ってくださいこのレンジを超えると今度は逆にレジサコ転換と言って例えばこの箱ねこの箱をいった上に向かって超えると今度ここを突き破りにくくなるんですよでこれも同じですこれ超えちゃってるでしょ今度これ下がってもここをねぶち抜きにくくなるんですよだから月曜日っていうのは 今日ですけどもね。一旦下がるにしても、この辺りで止まると。139円の半ばぐらいで止まるというふうに考えながら、1週間のトレードを組み立てていくといいと思います。もちろんね、そうならないこともありますよ。強烈な、例えば、巨額投資家さんの売りが、本当に利確が入れば、これ、ボカンと抜けちゃいますからね、簡単に。 だからそういう人たちがどういうふうに動くのかなっていうのを知りたいじゃないですかで私たちテクニカルっていうのはあの大きな資金が動いたのを見て後からそれを確認してそれについていってるわけですからじゃあですねそういうふうなもうとてつもない億っていう単位数十億っていう単位のポジションが利確されるのかそれとも追加資金で追撃されるのかってことを知れればね勝つ可能性が高まりますよねでもそれは 知るここととがででできないいってことでございますす私も無理ですよそれは自分と同じ水準のね先ほどの月10万のコミュニティあそこの情報ですらそれ以上のどうしようもない資金の動きっていうのはつかめないわけですから。 はい、えー。というところでね、皆さんにお知らせしたいのは、まあ、あのー、お金の無駄コミュニティ、時間の無駄コミュニティは早く出した方がいいということでございます。FX の分からない人同士で連絡を取り合うの、その気持ちは分かりますけども、残念ながらそこでいくらやり取りしても、せっかくトレードについて勉強する時間を失うだけになっちゃいますから、明らかに自分よりも、あのー、レベルが上だなって人、一人とか二人に関わればもう十分だと思います。はい。ということでね、最後のお知らせなんですけども、 この流れで言うと、FX オリガルヒのお知らせってことになるのは、もうちょっとね、想像に難くないことだと思いますが、えっとね、9月はね、あの、5日から始まる週。とりあえずね、9日まで FX オリガルヒの、えちょっとね、もう、あと何人か、2人ぐらいだといいんですけども、2人ぐらいは、参加をちょっとね、緩めようかと思うんですよ。というのが、今18名でやってますけども、一旦ですね、 あの力がついた人は私に対するサポートとかご質問とかちょっと減ってるところなんですよねまあ当然ですよねだから段階が上がったんで自分でできることが増えてるんですよその分私ちょっとね思ったよりも楽になってるところがあるんであの切りのいいところで18名を20名にするところまではあと2名ぐらいはね受け入れていこうかと思うんで。 えっと、普段35万円のこの FX オリガルヒ。そして、来年の1月から49万8000円になる FX オリガルヒ。えー、今週9日までは29万8000円でご案内しようかと思います。ま、あすでに、あの、再生数はだいぶ減ってますんでね。オリガルヒとか、この即可塾の相場解説も専門的になってますんで。ついてこれてる人だけでいいです。あの、今日初めて見ましたみたいな人はね、あの、考え直した方がいいです。 ずっと私の相場解説を見ていて、FX オリガルヒーに前回の募集の時に入らなかったんだけども、で、入らないうちに値上がりしちゃった、35万になっちゃった。でも、どうしようかなと思ってる方、FX オリガルヒーで、あの、学んでいてね、18名の方。稼げるようになった、理解できるようになった人はいますけども、逆の人はいません。オリガルヒーに入って、FX がもっともっとね、闇の中に入っちゃった人はいません。<laughs> だから、今ね、 あの、一進一退を続けているようだったら、この29万8000の時に入った方がいいと思います。ということで、私もね、オリガルヒを進めながら、一人ずつ二人ずつかもしれませんけども、その枠を広げていって、で、私もサポートできる人数をもっともっと増やせるような力量を身につけていこうかと思います。えー、ということで、今週も頑張っていきましょう。それではね、あの、オリガルヒについてお問い合わせのある方は、いつものようにメールでよろしくお願いします。それでは。